ジョブロック。アルツチョです。いやちょっと待ってな、今日やばいで。東京の競泳ボクシングジムに来ております。この前あの亀田さんと試合させてもらって、写真とか撮ってる時とかに亀田さんに今度飯行こうよみたいな言ってもらえて、その後連絡先交換してくれて、でやり取りしてて話の流れでちょっと動画撮影してもいいですかみたいな言ったら、いや全然いいよみたいな心優しく受けていただいて、もう待ってくれてるからちょっと今から話を聞きに行きたいと思います。レディゴー。番組の企画やってからさ、プライベートで会うって緊張するな。はい、いいな。そうだよ。大丈夫、調子。こんにちは。こんにちは。あ、コックさん、お久しぶりです。お願いします。いいですか、ここ入って。いいよ、いいよ、いいよ。噂の強い話題の YouTuber やつだ。今日、私なんかいろいろ知らなくて大丈夫ですか？いいよ、僕は今日、俺の声出してるから。あの、僕は今、プロで特集のやつやつ。ちょっと、トマツさんです。あ、弟さんですか？普通におるんだ。今日は何？もう一回、スパルシー。いやいや、ちょっと、何しようか。緊張が。もう緊張しすぎないです。久しぶり。久しぶりです。ほんまありがとうございました。すごいな、行動力。いや、僕ダメ元で言ったんですよ。これよく受け入れてくれたんで、それがなんかめっちゃ嬉しかったです。結構いろいろ調べたよ、YouTube。あ、ほんですか。あ、見てくれた。ジョブログまだ見てないね、ごめん。俺の知り合いとか結構みんな見てる、見てる、見てる。あ、ほんまですか。教えてもらって、すごいことやってるんだな。いや、でも、してくださいよ。その話聞いただけで、その人は説明うまかったから、見た気になってる。調印式の時に、ちょっとふざけた感じで言ったじゃないですか。うん、だからもう絶対にもう頭おかしいやつやと思われてるなと思ってたんですよ。そう思ってるよ。ちょっとぶっ飛んでるじゃないん。やってることはぶっ飛んでるんですけど。飛んでるけど。でもあれですよ。すごいやっぱちゃんと考えてやってる。はい。喋ってて分かるわそれは。試合以降ちょいちょいやり取り。あ、そうですね。はい。中でもすごい礼儀正しいし。この前まで戦ってた人になんか褒められて、すごい僕今不思議な状況なんですよ。こんな感じでした、僕との試合は。いや、よかったよかった。技術の差を僕はすごく感じてたんですよ。もうその時は必死やったんで、とにかくもう食らいついて。よく頑張ってたと、ほんまよ。もうあのジャブしっかり出したりもしたし。こいつ手とか抜いてくれてたじゃないですか。もう真剣真剣。ガチですか？うん、ガチでやってるよ。1年半ブランクっていうのはきついもんやで。頭では分かってるけど、いざやってみるとやっぱり違うな。3週間では戻らんかったかな。足がな、言うこと聞けへん。あ、そうなんですね。頭はすごい成長してるけど、そのイメージで動くと筋肉がついてけ。ちょうどジョークの時に足がつったから俺。つってたんですか、あの時。つってか、もう3試合目の試合の時は足の力使われへんから、はい、パンチ力も半減するし、あの初めのホストの子とジョークの子と、はい、この試合方も一番パンチ力だと思う。トワさんの時はもうマックスやったから、もうバーンこうちょっとなんかな、あとでなんか申し訳ないなっていう気持ちだった。トワさんめっちゃ炎上してますもんね。炎上する意味が分からない。あの企画を盛り上げるために言うたら、一ホストがエンターテイナーとして一人深手出たわけで、すごくない？プロフェッショナル。優しいっすね。違う違う、プロフェッショナルやと思うよ、はい、もうあとジョー君は YouTube のしか考えてないもん。いやいや違います。結局どれぐらい痛いしちゃおうすって。いや、もう本当そうだったですよ。試合本番のあの映像あるじゃないですか。あれ250万回転、今の時点で。その前の調印式の動画150万回転ぐらいしてるんですよね。おお、すごいやん。やるなぁ。いや、儲けたなぁ。繋がってくれたんやっていう感じっすもん。あの、はい、EXILE のあの淳さんが自ら自分の出まし、いや、引きつけるんやから。淳さんとも交流あるっすもんね。そうそう、だから試合前に LINE 来て、ショートやるんだってみたいな感じで、え、知ってるんですか、可愛がってるからさ、ってきたから、はい、それちょっとやりにくいやん。いやいや、大丈夫だから倒してあげてみたいな。あ、そうですか、それは分かりました。いや、案の定 TKO もらいましたもんね。僕あの試合終わった後、めちゃめちゃ反響あったんですよ。友達がめっちゃ増えましたもん。ジョーと友達なんだけどみたいな。友達なのに一回会ったかどうかぐらいの人らがもうメッセージとかもめっちゃ来ました。 LINE とかコウキさんの方でも反応あったんですか？結構結構あったよ。すごかったで。 LINE とかでも200件以上来てたもんな。マジっすか。いや、でも嬉しいですけどね。それで反響を呼んで、自分もなんかこういろいろ名が売れるっていうことも一つ嬉しいことであるんですけど、試合終わった後にすごい僕はコウキさんが近く感じたんですよ。ボクシングって特殊なスポーツで、拳を交えるっていうのは、はい、友達なんかも話するよりもすごい一気に距離が近く。試合終わった後こうハグさせてもらって、その時にもっと、あ、よう頑張ったなみたいなって言ってもらえた時に、僕ちょっとあの、今日抱かれてもええな、こうちょっと思いました。撮影させてくださいよみたいな言えたら、もうなんかあのリングがあったからじゃないかなって。そんなにほど親しいわけでもなくて、はい、付き合いなわけでもな
前、はい、カッターのリングの上で7本8本ぐらい戦っただけ、はい、それだけやけど深いもんがあるよ。いろんな体験してきたんですけど今までその中でも、もうトップクラスの必死になれた瞬間やったんで、中毒性があるんですかねボクシングって、はい、あのリングの上のあの興奮ってまだ冷めてないと思うよね、はい、でも女の子とデート行って楽しいな、はい、時間もうちょい一緒みたいな、でもまた明日から仕事が始まるんやとか、はいはい、学校が始まるとか感覚的にはそんな感じ。熱中したいものを探してる人とか、俺自身かっこよくなりたいなとか、人生もっと謳歌したいなとか、そういうのを欲してる探してる人はもう全員ボクシングやったらええのになちょっと思ってたんですもん。超認識の時にちょっと失礼ながらチャンネル登録ほんまよろしくなっていう言葉言ったんですよ。僕ちょっと今謝りたいなって名号やったんで。なんでああいう風になったの？いやあれあるんですよ、動画見てもらったら分かるんですけど、動画の一番最後にエンディングで言ってるんですよ、セリフであるんですよ。ずっといいよそれ、はい、決まったセリフがあるんですよ。知らんかったか。そうなんですよ、あれだけもうずっと心残りやったんで、今日それ謝らせてもらってほんまに全然気にせんでも、はい、逆によろしくな。まあ、全然話しないけど、彼女とか今いないんですよ。あ、俺、はい、結婚とかもしてない。まだ考えてはないですね。まあ、やっぱ相手がいないんで。そんなん見てるけど、みんな彼女の相手何人かおるじゃん。募集したら、いや、ほんまよろしくな。どういうのがタイプだ。広瀬涼子さんみたいな、清楚な広瀬涼子さんみたいな人がタイプなんで。本人ちょっと、あ、はい、あのじゃあ、アホや。広瀬涼子さん見てますか、今。あのドラマとかいろいろ見させていただいてすっごいファンなんですよ。なんで僕はいつかお近づきになりたいです。ボクさんが言ったんですよ。めっちゃおもろいじゃん。見とったらそうですよね。見るかもわからないよ。ほんまよろしくお願いします。いや、急ぎよろしくだよ。広瀬さんですからね。まだ言うと面白いですよね。そうですよね。そういうとこやでよ。でもほんまに。もう一回でもトレーニングしてもいいですよね。あ、ほんまですか。今日一回トレーニングさせてください。うん、一回したいしたいよ。それでどんな、一回見てみろ。いいですか。え、マジですか。このままちょっといいよ、時間とか大丈夫ですか。あとでやろう。ちょっとさっき、あの気が良くなる、うん、トレーニングの、うん、よいこう。今日も見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな人生楽しもうぜ。